こんにちは、三茶整体院の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も先生方にですね、僕が使っている治療のテクニック、お届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、実際に僕がやった患者さんの事例報告という形で、お話ししていきたいと思います。先週ですね、ある新規の患者さんを見たんですけれども、やっぱり腰痛でいらっしゃいました。動き出しでですね、痛いという形で、結構ぎっくり腰みたいな動き方をするんですけど、それが1年ぐらい続いているということで、やはり体変換だとか、あと座ってて急に立ち上がる時に痛いっていう患者さんでした。で、いろいろですね、起用歴を聞いていくと、やっぱり側腕症を持っていたということでですね、結構右の腰の張りが強くてですね、結構極端な側腕が出ていましたので、ちょっと僕がいろいろ試したことを先生方にお伝えしていって、それが先生方の治療のヒントになればと思いますので、よろしくお願いします。まずですね、僕がやっていたことは検査です。で、どこが疑わしいかっていうところをちょっと見極めていったんですけれども、実際にうちのスタッフをモデルにしてやっていきます。でですね、腰ですね、痛いところはもう本当に左の腰だったんですけれども、ここですね、ここをやっぱり押さえている状態でしたね。なのでまず腰の筋肉、腰方形筋ですね、そこが疑わしいと思いましたので、検査の時点でですね、実際にこのまま丸めていただくと、この時点で痛いというふうにおっしゃられてました。なので腰方形筋をですね、横からグッとグッと圧を加えた状態で、また大丈夫ですかちょっと強く押しすぎたんですけど、グッと押した状態でまた前にかがんでもらう、グッと。で、これでですね、可動域や痛みが、可動域が広がったりだとか痛みが減ってくれれば、腰方形筋疑わしいっていうふうに感じます。で、このまま戻してきてもらって、実際に患者さんですね、腰方形筋圧迫した状態で、屈曲するとですね、痛み減ったということなので、まずここが1点疑わしい。あともう1点ね、ヒアリングかけていくとお腹の張りが気になるっていうお話でしたので、実際にお腹の方圧迫かけていきました。手を胸の前に組んでいただいて、で、おへその二往診、外側のところで指ですね、四肢をグーッと指入れちゃいます。で、この状態でまた屈曲してもらいます。で、この状態で、先ほどと同じように痛みが減るか可動域が広がるかということをヒアリングかけます。実際患者さんですね、両方とも、可動域が広がったりだとか痛み減ったっていうふうにお話ししていきましたので、ここの2点をですね、疑わしい原因筋として考えて施術の方を行っていきました。楽にして、で、実際にやっていったことはですね、したら仰向けで寝てもらっていいですか。大腰筋のところだったんですけれども、以前ですね、僕が動画でお話ししたストレッチとかをやってもいいんですけれども、実際に患者さん動かすことが結構きついということなので、最小限の動きで、施術の方を行っていきたいと思いましたので、まず大腰筋の方を緩めていって圧を加えていくというふうにやっていきました。膝を曲げた状態ですね。で、このまま膝90度、力抜いて、膝90度、股関節90度、この位置でですね、この大腰筋ですね、このところにグーッと、だいたい指こういう感じで僕滑り込ませます。ぐーっと押し込む感じ。これで痛すぎない程度でですね、30秒から1分ぐらいキープしてきて、大腰筋緩んできます。この押してる圧のところですね、患者さんも圧あると思うんですけれども、圧が弱くなったりだとか、この押さえている筋肉が柔らかくなってきたりしたら、終了の合図ですので、で、まずこれで1点やっていったのと、今度2点目、腰方形筋ですね。ちょっと左やりたいので、向こうの肩向いて横向きですね。で、両膝を曲げてもらって、こういった C になってもらって、この腰方形筋のところをグーッと圧を加えていくんですけれども、ここもですね、筋肉たるませた方がですね、治療効果高くなってきますので、痛みがないかどうかということは一度確認してもらいながら、足をこう上げて、この状態で痛みがなければ大丈夫です。足を引っ掛けてる状態ですね。ちょっと見やすくするために僕ずれながらやるんですけれども、腰方形筋のところにこのグーッと指を押し込みます。で、この状態で足をですね、持ち上げていく感じですね。で、下ろして
上げる、この繰り返しです。これ大体10回ぐらい僕その時やりました。でこの時もですね、しっかりと圧、筋肉捉えてる状態でやっていく。筋肉をたるませる、伸ばす、たるませる、伸ばすの繰り返しです。でこのようにですね、腰方形筋とあと大腰筋、ここを緩めることでですね、実際に患者さんどうなったかというと、まあ痛みはさすがに残りましたけれども、大体、半分ぐらいまで減ったっていうお話をしてくれました。でも2回目3回目いらっしゃってはいるんですけれども、まあ通うたびにどんどん良くなってるってお話をしてくれているので、まあ、しっかりとここの原因筋見極めて筋肉柔らかくして、側腕の方ちょっと対応、側腕から来る腰痛ですね、そこを対応していきましたので、まあ、こちらもですね、まあ、先生方のヒントになればと思いますので、今日こういったお話をさせていただきました。それでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。